こんにちは、リュウクルーです。今日はですね、皆さんにこんなお席がいいんちゃうっていう提案と、もう一つはほんまにその席でええのんという2点をシェアしたいと思います。今日もですね、また私の手作り感満載のこの図を使って、ご説明していきたいなというふうに思います。これね、トウモロコシちゃいますから、お席です。これ一個一個書いててめちゃくちゃトウモロコシに、で、黄色に塗っちゃったから余計ちょっと歯抜けのトウモロコシみたいになってるでしょ。で、今日は国際線のエコノミークラスに乗る場合を想定して、皆さんにご説明をしていきたいなというふうに思います。で、動画の最後の方にはですね、どの席にしようって皆さんがね、座席を予約されるときに迷われるとき、とっても便利なウェブサイトありますので、そのウェブサイトも、ご紹介したいというふうに思いますので、よければ最後までご覧ください。まあ皆さん飛行機乗れるときってね、そもそも皆さん目的が違いますよね。まあ旅行に行かれる方もいられれば、ビジネスで乗れる方もいられれば、もう飛行機は私は寝るだけでいい、もうしっかり寝たいという人もいれば、私映画とか見たいし、一緒に行く友達家族とお話ずっとしたいしとかね、いろいろありますよね。そういった目的別にもですね、どのお席がいいかなっていうのをちょっとご提案させていただきたいなと思います。あくまでもですね、これは僕の勝手なアイディアです。で、このここに書いてるこの飛行機の図もですね、エアラインによって変わりますし、これはね、一応私が適当に作ったリュークルー航空のシートマップだと思ってください。なのでこれと全く同じ飛行機存在しませんから、はい、こういう例でご説明しますね。イメージとしてはこれ国際線のエコノミークラスです。飛行機の前方がこっちになりますね。で、飛行機の後ろ側がこっちになります。なのでビジネスとかファーストクラスはこのエコノミーよりももっと前の方にありますね。で、エコノミーもだいたい大きい飛行機だとここにワンセクションと、もう一つね、ツーセクションぐらいエコノミーってあります。今日はこのね、一番後ろのエコノミーのセクションを切り取りました。で、簡単にこの図の説明させてもらいますね。まあ黄色はね、後で意味を説明しますが、こうなんかちょっとね、理由があるお席です。で、この緑 LAVラブって言うんですが、ここラバトリーで、まあ、トイレですね。お化粧室です。で、エグジットはまあもちろん出口ですね。扉ですね。大きな扉がついてますね。で、このギャレーは、客乗務員が飲み物とか機内食を用意する場所になります。ここカーテンが基本ついてたりしますよね。で、お席が ABCDEFHJK とあります。I はね、ちょっと数字の1と形が似てるから、I はあんまりお席で使われないんですね、番号として。なので ABCDEFHJK のお席がこう333で並ぶような、そういう飛行機を想定しています。ではね、皆さんの旅行の目的別におすすめのお席をご紹介します。まずね、しっかり寝たいビジネスマンの方とかね、あともう深夜便で目的地に着く場合でも、旅行先着いてからもうエネルギーをしっかり蓄えてパッと遊びたいっていう人は、静かなお席がやっぱりいいですよね。しっかり寝たいからおすすめのお席、だいたいこの真ん中あたりになります。で、特にぐっすり寝たい方、もう本当に私起きません。トイレにも行かないです。外の景色を見なくていいです。もう寝るんです、飛行機は。っていう方におすすめなのは、ここのね、黄色2つありますね。この2つのお席あたりです。この2つのお席の横だけ太い黒い線が引いてあると思うんですが、それはね、窓がないっていう意味なんですよ。なので、このお座席、窓側のお席なんですけど、窓ないんですよ。だから景色とかは見れません。朝日夕日とか、そういうのは見れません。けれども、しっかり寝たい人は、こういうお席逆にいいと思います。窓を気にせずですね、こう壁にもたれて寝ることできますし、窓のお席ってね、結構寒いんですよ、深夜便とかだと。ね、もう寝張るんやったらね、外の景色なんか関係ないからっていうことで、ここのお席おすすめです。あとですね、ちょっとこの場合はトイレがちょっと近めになりますけれども、静かに飛行機乗られたい方は、このトイレ、ギャレーの近くに絶対お席取らない方がいいです。ということになると、やっぱりこう、エコノミーセクションの真ん中あたりがですね、まあギャレーからもトイレからも遠い、真ん中あたりの場所になるのでおすすめです。まあね、トイレは皆さん想像つきますよね。もう大体機内食の後、ドリンクサービスの後、ここにね、トイレ長蛇の列、基本できます。こっちも前も。で、ここら辺のこの、エグジットがあるところってちょっとスペースがありますよね。ここに CA とかが座ってたりするんですけれども、まあこのドア付近の周りっていうのはちょっとスペースがあるので、結構トイレ待ちのお客さんがここで滞留したりします。ここら辺もそうですね。そうすると、自分の座席の横に人が立ってたとかいう状況がね、結構続いたりするんですよね。ゆっくりされたい方は気になれると思うので、そういう場合はやっぱりあの真ん中のお席。特にこの窓のないお席って結構ね、人気あまりないんですよ。でも寝られたい方とかには持ってこいだと思うので、ここおすすめしたいと思います。はい。次に、機内で映画とかを楽しまれたい方はですね、またちょっとお席変わってきます。映画を見られたい方はですね、大体どのお席でも OK です。ただ、座らない方がいいお席がちょっとだけあります。っていうのが、この一番前のお席ですね。バルクヘッ
ットの席って言って、この席の前にはお席がないですよね。目の前にスクリーンがないんですね。こう、アームレストのところから引っ張り出してきて見るスクリーンのスタイルになるんですよ。それがもしかしたら好きな方もいらっしゃるかもしれないんですけど、僕はね、ちょっとそれ苦手です。使いにくいし、あと、離着陸の時ですね、それ全部直さないといけないので、映画をですね、他の座席に座ってる人よりちょっと見るのが遅れたりします。なので、もう、乗ってすぐずっと見たいという人はですね、こういうバルクヘッドのお席やめた方がいいですね。離着陸の間ですね、荷物をこう直してください、座席を元に戻してくださいという時は、テレビもこうアームレストにまた戻す必要があるので、その際見れません。他のお席だったらね、画面を目の前にありますので、基本的に映画、離着陸の間もね、見ることができます。あとですね、映画を見たい人にとって、ちょっと注意すべきお席がもう一つだけありまして、それはね、ここら辺の、またトイレ周りのお座席です。というのもですね、さっきも言ったようにトイレ周りってお客さん結構滞留してトイレ待ちの列できます。そういったお客さんがこういうあの自分のねシートバック背もたれのところをこう掴まれる方って結構いらっしゃるんですよ、お客さんで。で、掴まれた時にここにこう画面のスクリーンありますよね。そこを掴まれると、そのスクリーンたまにね、その人の手が触れて映画途中で中断とかされる時あるんですよ。ちょっとって僕もお客さんに乗った時ね、何回か経験あります。その時はですね、おじい様がですね、まあトイレ待たれてたんですけど、飛行機こうまあ多少はやっぱり揺れますよね。特に飛行機後方って揺れやすいので、まあこう不安定ですよね。それでまあおじい様がですね、僕の前の座席のまあこう背もたれを掴みはったんですね。それと同時に私のスクリーンをがっつりプッと触れられまして、映画がですね早送り状態になったことがありました。おいおいおいってなったけどね、まあそれは仕方がないですけれども、まあ本当に映画を見たいと思われている方は、そういうねちょっとトラブルも避けるためにこういったお席やめた方がいいです。トイレ周り皆さんね、待つ間背もたれ持つこと本当に多いと思いますから、ここ気をつけてください。はい、次ですね、お子様連れ、赤ちゃんとか小さいお子様連れのお客様におすすめのお席ですね。それはですね、まあエコノミーもですね、前方と後方があるんですよ。で、これ後方のエコノミーのセクションなんですけど、お子様連れは結構後方にこうブッキングが入ることが多くって、後方の方が皆さん快適にお乗りいただけると思います。前方は早く降りたいビジネス客とかのお客さんが結構乗ってることが多いような気がするので、この後方にすると他のね赤ちゃんもいたりお子様もいたりするので、あんまりね自分だけって気を負わずにこうフライトを楽しむことができるような気がします。で、ここの一番手前のですね、黄色い線はバシネットって言われて、まあ見たことあると思うんですが、赤ちゃんのね、ゆりかごみたいなのをこの前方の壁につけることができるんです。なので赤ちゃん連れのお客様、これも早い者勝ちになるんですよ。数がないのでね。ですが、まあ基本的にここ赤ちゃん連れのご家族がこの席に座ることが多くなります。で、他に赤ちゃんがいればね、お母さんも安心ですよね。まあ自分の赤ちゃんだけじゃなくてね、まあ同じような境遇の方が周りにいらっしゃる方がね、ちょっとホッとしますよね。お子様連れとか、赤ちゃんお連れのお客様はですね、エコノミーでもこの後方の一番後ろに近い方がおすすめです。はい、まあトイレも近いですしね。で、何か用事がある時とかですね、CA は基本的にこのギャレーっていうところにいますので、お湯もらったりとかミルク温めてもらったりとかもね、すぐこのギャレーでやってもらえますので、まあ後方おすすめです。次はですね、空席ハンターの皆さんにおすすめのお席です。まあ空席ハンターっていうのはそのままですね、自分の隣の席とか一列空いてる席を狙ってる人、それだと横になれますからね。僕もね、昔そうやって空席探してました。で、そういう空席って結構ね、空いてる便はやっぱあります。今エアラインによると思いますが、基本どこのエアラインも離陸した後と着陸前のその間は基本的に移動しても注意されないとか、まあ移動しても OK になってるエアライン多いと思います。念のためね、シート動かれる際とかは CA にですね確認をしてもらった方がいいと思いますけれども、隣の席とかが空いてるとね、そこで横になったりとかされてる方多いと思うんですが、基本的にですね、飛行機は扉が閉まってこう飛行機が実際動き出すまではいつギリギリに最後お客さんが乗ってくるかとかがわからないので、それまでは座席移動はやめた方がいいです。したところでお客さんが、あ、僕そこの席なんですけどっていうパターンよくありますから、ちゃんと離陸した後、もし席が空いてたら CA に聞いて移動してください。はい、空席ハンターにおすすめなのも機内すごい後方です。最後方のお席、ここら辺をブッキングしておくと結構予約って前の席から埋まっていきます。やっぱり前方のお席の方がエコノミーでも人気ですね。乗る時もすぐ乗れるし、降りる時もまあすぐ降りれますからね。扉開いたら前の方やから、予約は基本前から埋まっていくんです。なので、もし空席がある便とかだったら、もともとこう自分が後ろの席を取っておけば、自分の周りの席が空席になっている可能性多いです。なので、その可能性にかけて、空席ハンターの方は、もしかしたら後方のお席予約されたらいいかもしれません。これはね、もう満席やったらもうどこも一緒です。まあでも、もし空いてそうな便やったら、後方の方が周りのお席空いてる可能性高いんちゃうかなというふうには思います。ただ勝手に離陸前とかに移動すると CA がへいへいへいってなりますので、そこはお気をつけくださいませ。
で、次はですね、機内食ハンターの皆さんへおすすめのお席です。まあ、機内食ハンターは、もちろん、機内食を目的に飛行機乗られてる方、まあ、そんな人おらんと思いますけど、機内食ってやっぱり、飛行機の中ってやることない中で、すごい楽しみの一つですよね。で、その機内食のチョイス、二つとか三つとかチョイスがあって、その自分のね、これ食べようって、CA がですね、カートをして、フードカートを押してきた時に、あ、もう僕はこれ言うでいいって、心の中ですごい決めてたのに、来たらごめんなさい、それないんですって言われた時のあの、ショックね、みたいな。もう口完全に今日肉食う口になってたんですけど、魚かってなるでしょ。やっぱりそのショックを避けたい方とかはですね、お席絶対前方がおすすめです。基本的にどこのエアラインもミールサービスは前方から後方、前方から後方に向かっていきますので、もちろん前方の人の方がやっぱりチョイスはありますよね。で、もう人気なものがなくなったら後方は、もう指示が効かなくなります。はい、機内食でございます。親切な CA は、すいません、今日お肉がもうなくなりまして、お魚だけのご用意になりますって言ってくれる場合もありますけれども。なので、機内食、絶対私はこれ食べんで、これやないともう私、すねるで。っていうね、食べ物の恨みは怖いですから、そういう方はですね、前方のお席おすすめします。そうすればですね、機内食で、お肉ないんかいって怒ることがなくなりますので、私たち CA にとってもハッピーですし、お客さんにとってもハッピーですね。なので、事前にですね、お席、それを考えて、前方を取っていただけるといいかなと思います。あと補足で、ちょっとね、エアラインによっては、日系のエアラインさんとかはもうすごくお静かにお仕事をされて、ギャレーの中でも静かにされて、僕もですね、日系の会社で働いていた時ですね、こうギャレーでですね、物をしまったりとか、カートを戻す時の音すごく注意されました。ガチャンって言ったら、シッ、お客様起きるでしょって言われたりしてたんで、もうね、おどおどおどし、カートとかパッと出せるものを、まあ1分ぐらいかけて、まあ嘘ですけど、基本的に鳴らさないように出してましたし、クルーで話するときもちっちゃい声で話してました。それが日系ですけど、もう外資はですね、まあエアラインによるし、クルーにも全然よるし、そのフライトの時間帯にもよりますけど、笑ってるクルーとか、って聞こえてくるときあるかもしれません。CA がそういうことをするべきじゃないんですよ。そういうことをするべきじゃないんですけど、仮にもしそんなことがあったら最悪ですので、もうもちろん会社に文句言っていただければいいんですが、そういうことを避けるためにもですね、ギャレーとトイレの近くはおすすめしないっていうのが僕の大前提であります。今日はですね、まあこの私のヘンテコな図を使ってですね、皆さんに合ったお席と、ほんまにその席でええんっていうお席、まあ、紹介してまいりました。で、最初に言ってましたですね、実際自分が乗る便、どんな飛行機が使われてて、座席の配置はどうなのかっていうのを見れるサイトがありますのでご紹介します。そのサイトはですね、シートグルというサイトです。日本語版があるかちょっとわからないんですが、自分の乗るエアラインと便名、日にちを打てばですね、その日使われる、機材の名前が出て、その機材のシートマップ、こういう図が出ますね。なので、その時に、トイレの場所がどこかとか、ギャレーの場所がどこか、窓がない席はどこなのかっていうのがそこに全部載ってます。サイトのシートマップを見てお席選んでいただくのがいいと思います。あとですね、例えば自分が乗るエアラインがもう決まってて、もう予約もしてるんであれば、そのエアラインのですね、ウェブサイトに行って、どのエアラインも必ずそのシートマップっていうのはそのウェブサイトに載せてますので、そうすると、まあ、これまたね、ギャレー、ラバトリーの位置、出口の場所、そして、まあ、窓がない席、リクラインができない席っていうのもエアラインによってはあるので、そういうのもエアラインのサイトとか、シートグルっていうサイトを見ていただければ出ます。ので、実際乗って、待って、シートリクラインできへんやんとか、窓ないやんっていうトラブルを避けることが事前にできます。で、どのエアラインもですね、もし予約時に座席取れなかったとしてもですね、24時間前、もしくは48時間前にオンラインチェックインというのができますので、その時だったら基本的に無料で座席の変更ができます。というところで今日はこの辺にしたいと思います。これあくまでも僕の勝手な今までお客さんとして乗ってきた時の感想です。なのでですね、まあ皆さん自分のお好きなお席に座ってください。まあ結局こんだけ話して結論はそうなります。はい。ということでですね、この動画ちょっとでも役に立った、面白かったと思われた方、もしよければチャンネル登録、いいねしていただけると嬉しいです。ではまたお会いしましょう。またねー。